石川高校放送部でーす。イエーイ。はい、始まりました。はい、始まってきました。今週もゴールデンウェイク初のラジオです。はい、はい、じゃあ、はい、じゃあいつも通り自己紹介からいきましょう。イエイ。はい、じゃあまあフーマからってことで。イエス。じゃあまあ名前言っちゃったけど、はい、ミキサー担当の伊波フーマと司会担当の星田瑞希です。イエーイ。イエーイ。はい、待って待って、静かになんな。はい、わかりました。そしてなんと今日は皆さん大事なお知らせがあります。なんとですね、はい、なんとですね、はい、新入部員が入りました。イエーイ。パフパフ。お前拍手ぐらいしろや。ちょっと体勢がね。なんだもん。待って待って。はい、というわけで新入生くん自己紹介をお願いします。はい、新入部員の知念光平です。よろしくお願いします。よろしく。よろしく。ちょっとマイク近づいてもう一度。はいはい。大丈夫。はい、じゃあ、はい、自己紹介はしたってことで。あ、じゃあし、あ、はい、じゃあ、はい、新入部員の知念光平くんが入ってくれました。はい、よろしくね。よろしくお願いします。知念生くん、よろしく。よろしく。じゃあまあまあいろいろラジオ大変だと思うけど、はい、頑張っていこう、うん。はい、初めてで緊張すると思うけど、うんうん。ぶっちゃけ1年生から入ってないからね、俺たち。はい、俺らも2年生からだったよ。2年生からラジオ始めたんだよね。はい、じゃあ行きましょう。あと最初のコーナーはまあ一応歌うんだけど、わかる？浩平くん、今日は何の日です？そう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 。はい、じゃあ行ってみよう。はい、はい、準備っすか。せーの。今日は何の日、気になる気になる、今日は何の日のコーナー。イエーイ。はい、じゃあ今日5月4日、何の日でしょうか。5月4日か。5月4日です。とりあえず語呂とかは、語呂合わせ、そんなもうない。ないのかよ。語呂ないのか、ちょっと厳しいな。ないね。じゃあ日本で、まあ、たくさんあるから日本で行こうか。日本たくさんある、うん、5月2日、うんうん、今日って何の日だっけ。何の日だと思います、浩平くん。ゴールデンウィークになったきっかけだわ今日。要はそう、ゴールデンウィークなんだよ今日。緑の日だっけ。いきなり答え言うよ。あ、おと、ま、マジ。そう、正解。2007年から制定されました緑の日です、今日は。うん、まあ、それはもう誰でも知ってるよ。マジで。まあ、アンサー簡単な問題だよ。いや、俺海の日とか緑の日って適当あるやつの中から一つ言ったのに。じゃあまあ、はい、そうだね。じゃあアメリカのやつ言ってみようか。難しそうや。浩平くんも頑張って。はい、待って。はい、ヒントとしてはね、アメリカのとある映画が、まあ今もう全国民が知ってるというほどでもないけど、日本でもほとんど有名なある映画の日ですね。おお。多分今 CM とかもやってるんじゃないかな、これ。 CM も出てんの。うん。え、じゃあ ET とかじゃない。ああ、でも違うけど、うん、いいとこ行ってる。そういう感じで考えてくれればか。映画の日だよ。アメリカの映画って、アメリカ USA、 アメリカか。なんだと思う。ハルク。ハルク。うん、違うけど、まあ、うん、そういう感じ。本当に、あ、近いか。そんな感じで言ってくれれば。あ、じゃあ戦ったりする。そう、戦う系だね。もう一つヒントあげれば、宇宙かな。宇宙。宇宙、舞台は宇宙。宇宙か、SF って感じかな。うん、なんだと思う。宇宙か。はいはいはい。まあ要はハリウッド、宇宙。ハリウッド、うん、まさにそれ。あ、そうだ、これアニメ化もされてるね。アニメ化じゃなくて、アメリカでも映画って言ったらハリウッドだしね、要は。そうそうそう。で、そこでも宇宙関連の映画か。あれあれ、ま、全く分からない感じ。え、まさか。なんかものすごく絞られるぜこれ。宇宙でハリウッド戦う、ハリウッド、アニメ化もされるほど有名、はい、といえば。あ、分かりました、うん、はい、どうぞ。スターウォーズです。正解。そう、正解。はい、これは日本でも同じなんだよね。アメリカ合衆国でも日本でもこの日はスターウォーズの日ってことで制定されてるんだよ。なんかなかなか面白い名前の日だな。そうそうそう、なんか映画スターウォーズシリーズを記念する日とだけ書いてあります。おお。はい、じゃあもう一つ行ってみましょう。どんなのがあるかな。じゃあ日本で行きましょうかね。日本か。これはですね、飲み物です。飲み物、飲み物、その飲み物の名前がもうそのまま入ってます。ペプシ。うん、違う。 あ、でもあ、そう、炭酸ってとこは一緒。マジな。コーラの日。あ、違う。うーん、いよいよ、もっと積極的に来ていいよ。スプライト。違う違う違う。でも惜しい惜しい、全然惜しい。シュワシュワっとする。
それ以前のあれだからな、夏に飲むと美味しい。炭酸飲料は基本飲まないからね、私は。だからよね、あなた飲めないんですよね。飲めないんですよ、私。小平くん飲める？炭酸飲料、はい、飲める。好きじゃきっとこの飲み物も飲めると思うよ。うん、ファンタグレープですね。あ、違うな。ファンタグレープって、大体ファンタグレープの日ってちょっとまああるかなって。なかなかファンタグレープが好きなんだよ。この飲み物はね、そうだね、日本から発祥したんだろうね、きっと。ほうほう、はい日本から、日本から発祥した。まあだ、日本で定められてる日だから、きっと日本から作られた飲み物なんだと思う。じゃあそうだな、シュワシュワーっとした、シュワシュワーっとしたあの飲み物です。蜜野菜だ。あー違う、言うと思ったけど違う。うん、炭酸、そういう、まあ蜜野菜だ、なくなると結構絞られるね、確かに。うん、まああれしかなくね、あれだねあれしかない、あれ昔からありません。そう、昔からある。ああ、あれか、あれ、あれでしょ、あれ。もう分かってないだろあれあれって、あれよ、あの、もうそうだね、昔からある。じゃあ分かったよ、当てちゃうよ。本当に当てちゃっていいの？じゃあはい、小平くん当てちゃってソーダの日。ソーダ流された、うん、違うだけど、もうまさにもうソーダなんだけど、ソーダのもうこれがある。なんかもう流された気がするから軽く答えいいよね。まあ見ただろ、こった。見てはない、見てはない。もうここまで来たらなんか絞られてきた気がする。はい、じゃあもう行っちゃいましょう。はい、ラムネ正解だってもう昔からあってね、シュワシュワでね、人気だったらね、ラムネだ。ラムネしかないですね。わ、はい、かりましたか。はい、ラムネ飲めます。はい、昔フーマー、ラムネ飲める？昔飲んだよ。え、どうだった？昔めっちゃ美味しかった。昔って思ういや、小学校くらいの時かな。あ、でその時飲めたの？まだ自覚してなかった頃。あ、そうですか、うん、はい、じゃあ解説いきます。日本ラムネの日、1872年に千葉勝五郎がラムネの製造販売の許可を認め、許可を初めて得て製造したことからこの日になりました。そう、ラムネの日ってあったんだねって思うよ。 ね。いや、今日は2得点か、私は。お前、相手が新人だぜ。分かってる、分かってる。手加減しようよ。手加減っていうのかな、手加減は難しいんじゃないか。どうする、まだ行く？あるわ、まだまだ全然あるよ、たくさんある。じゃあラスト1問行くか。そう、にこれもまた日本なんだけど、日本多い。あ、これ語呂合わせだ。あるのか。おい、これあるよ、あるけど、英語も関わってくる。ああ、先週と似たタイプですか。そうそうそう、5月4、はい。日本のある研究会が制定しましたね、これは。スタップ細胞。ヒントといえば、え、何言ってんの？流されたと思った。そうですね、あの、これはね、あのサラリーマンかな、使うのは。ああ、はい。え、サラリーマンですか。サラリーマンがよく使いますね。で5月4日。うん、まあ、あくまでそういうイメージってだけだけど、サラリーマンが使うっていうのは。はい、どうでしょう。ちなみに語呂合わせだから、いろいろ考えていってもいいよ。5月4日のいろいろ英語に書いてもいいし、はい、はい、英語に書いてもいいし、まあ、数字本来の読み方でも全然いいし。はいはいはい、うん、はい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 、5月4日。5月4日だよ。五四の日って何？分からない、分からない。なんか分からないです か軽く武士みたいな言い方だな。なんかね、そう、他に何かあるかな。サラリーマンって分からないもん。サラリーマン同士があったらあることをするじゃない？名刺交換。はいはい、そして は, はい、はその中入ってる、はいは、はい、もう盗んでいいよ。はい、浩平くんも名刺ですよ。そう、はい、続けていって。名刺の日つけて、の日つけて。名刺の日。そう、正解。あ、交換じゃなかった。名刺交換の日じゃない。日本名刺の日ですね。日本名刺、名刺研究会が制定。5月は名って読むじゃん。それに詩4を詩と呼んで名刺の日となりました。そっちの5か。そっちの5です。そっちの名か。January, February, March, April, May の名ですね。はい、じゃあ今回、じゃあこの辺でいいですかね。あ、大丈夫かな。何の日のコーナーは、はい、今日5月4日はスターウォーズの日、ラムネの日、名刺の日でした。あれ、緑の日は、緑の日、緑の日はみんな知ってるもんかと。まあそうだね。どうだった？あ、じゃあ緑の日でした。はい、今日たくさんやったね。結構出たな。
じゃあまあはい、次のコーナー行きましょう。初っ端1問1問目からおかしいことやっちゃったからや。はい、いきなり正解するからね。俺もびくっと。あれは緑の日って分かってた？浩平くん分かりませんです。あ、そうですよね。俺違うって言われたら海の日落としたもん。海の日ってえ、ゴールデンウィークにあったっけ？分かってんじゃん。はい、じゃあまあ次のコーナーはフリートーク。イエーイ。はい、まあ皆さんもうだいぶもう馴染んでるでしょ。浩平くんにいろいろ質問していきたいと思います。はい、覚悟いいですか？はい、じゃあまず、まあ、俺からいきましょうかね。はい、じゃあそうですね、好きな食べ物は妥当。まあ安定寿司です。おーおーい。あ、なんか、うん、いいよ、期待通りだよ。なかなか食べるね。うん、じゃあね、こっちはね、食べ物聞かれちゃったからな。じゃあ動物、好きな動物は？好きな動物、好きな動物は犬ですかね。おお、犬か。あ、犬か。なんだろうね、男って感じだな。なかなか。ここにいる風磨くんはですね、好きな動物なんだと思います？ウサギですよね。あ、違う、それそうじゃない、そうじゃないけど、孤独か。あの、あれよ、キリンと猫って。あはは、そうなんだよ、あの頃はそう言ってたね。自分の自己紹介でさ、キリンと猫が大好きな伊賀風磨ですって。いや、あの時はよ、テンションがあれだった。はい、じゃあ、はい、次の質問。そうですね、好きな教科とかありますかね？好きな教科はありませんでもいいだぜ。社会ですね。おお、社会好きなの？ヒストリー。はい、へえ、なんで社会の何が好きとかある？あれ、なんだっけ、歴史上の人物とかとか、地理でもいいし。好きな建物とか。建物、建物、どちらかといえば地理ですね。あ、地理が好きなの？国とか。そっち、これはまた。じゃあこれ何の日のコーナーとか強いんじゃん。そうでもない、そうでもない。国は分かる、何があったかは分からない感じかな。そんな感じ、うん、なるほど。え、どこについて詳しい？日本に詳しいとか、いろいろ国について詳しいとか。やっぱ一番沖縄が。へえ、うん、沖縄ラブだね。沖縄ラブだね。沖縄好き？はい、俺も好き。俺も大好き。はい、じゃあ、はい、次の質問どうぞ。そうだな、じゃあ日本以外で好きな国とかある？はあ、はあ、ジャマイカですね。ジャマイカ。ジャマイカ。またなんで？あ、なんかかっこいいっていうか、はあ、国旗がかっこいいですね。あ、国旗が。国旗か。なんかどんなやつだっけ？緑だったっけ？緑、それ多分、はい、緑に線が入って。ごめん、あの出てきた今。白巻いてる。はい、あれか、うん、なんかだいぶすごいな、地理に近い話になってきたね。じゃあね、じゃあね、質問、逆にこっちにも質問させてみる、ね、こっちについて何かある？質問、質問ですか。好きな場所。場所、場所か。好きな場所。はい。ふまくん、何かあります？場所、うん、いろんな場所、場所か。あ、うん、俺あるわ、自分の部屋。ベッドだろ。ベッドだ、ね、あそこはもう憩いの場だわ。うん、そうだな、自分の部屋自体はちゃんとないからな。まあ、そのとあんな場所か。ふまが決まる前でに小平くんに質問していいですか？はい。小平くん好きな場所ってそこどこですか？あ、海ですね。海。はい、海好きなの？はい。ほう、なんで泳ぎたいとか、そういうこと？泳いだり、釣りしたりするのが好きです。あ、釣りか。すげえな。え、釣りって何釣れたりする？あ、最近は、ミーバイ釣りました。ミーバイ、あ、あの、ごめん、ミーバイって何？なんか、あの、方言あんまり詳しくなくて。高級魚、少し高級魚ですね。へえ、そうなんだ。すごいな、ミーバイ釣る。え、食べたりするの？釣って。大きかったら食べます。あ、小さかったそのままリリース。はい。おっか、うん、好きな場所決まったよ。あ、どうでした？はい、そうだな、あれ、カラオケ。あ、カラオケ今日行きましたよ。なかなか安定。カラオケ行ってきた？カラオケ行った。俺たちも行ってきたよ。俺もさっきまでカラオケ行ったわけよ、さっき。みんなカラオケ大好きだ ね。俺もカラオケ好きだよ。じゃあカラオケにちなんで好きな歌とかあります？あのジャンル的なやつで。好きな歌手はいます？あ、じゃあ歌手、歌手どんなの？長渕剛、わかります？聞いたことはある。渋いな、長渕剛。歌ちゃんと覚えてない。うん、俺もあんまりだけど、ポワッとしか浮かばないけど、聞いたらわかると思う。聞いたことあるのはあると思う。
すごいな、なんかだいぶ聞けた、うん、だいぶ知れたと思う。なかなか聞いた。じゃあまあこんな感じですか。はい、じゃあ俺たちの名前覚えてますか。風磨さんと、うん、水木さん。はい、オッケー。はい、じゃあ次のコーナー行きましょう。はいはい、ではまあこの歌はですね、さっきスターウォーズで歌つ、うん、宇宙つったけど、これもだいぶ宇宙に近いんだよね。うん、そういう埋設いらない。いや大丈夫だと思う。はい、じゃあ、はい、じゃあ行きましょう。はい、今週の曲はポルノグラフィティでアポロ。
はい、どうでしたか今週の曲、ポルノグラフィティでアポロ。はい、まあ、結局言うんだけどね、あれだね、やっぱスターウォーズみたいに宇宙だね、宇宙だね、なんか最初のジジーブワーってとこわかる、うん、わかる。ロケットが発射するような曲、どう思う、うん、この曲とてもいいと思います。はい、模範的回答ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、はい、次のコーナーは第2弾フリートーク。だいぶ視界が糸についてきた私です。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今回のフリートークですね、どっちにします。とりあえず最初は今現在皆さんが現在進行形でやっている、そうですね、じゃあゴールデンウィークの過ごし方について語っていきましょう。はい、じゃあまあ順番的にふまくんからいきましょう。俺か、今週の、あ、じゃあ今回の、まあ今年のゴールデンウィーク、今年のだ、うん。とりあえずもう今日はもうゴールデンウィークラストの2日前で、ラスト1日前ですけど、あれだね、そう、いやまだ金曜日挟んで土日がある、まあ、金曜日は結構みんな学校だから。ゴールデンウィーク、まあゴールデンウィークの過ごし方、過ごし方何かありますか。まあ前半3日間、まあいろいろと忙しい日がいっぱいありました。まあ野暮用とか野暮用とか、3連休で1個挟んで3連休で1個挟んで2連休とか、そんな感じそんな感じ。月金も休みたいよ、うん、まあ、10連休過ごしたいよ。一応この前半3連休はまあ3日間全部忙しかったけど、うんうん、あ、3日の間の真ん中2日目ゴールデンウィーク、あー、まあ、忙しい中でもどうにか時間を作って、はいはい、まあ、友人たちとちょっと遠くに行ったんですよ。そうだね、なんかこういうゴールデンウィークだからせめてね、旅行とまで言わずとも遠いところ行きたいもんだよね。うん、それでまあ途中からまあハプニングはあんまなかったけど、いろいろとあってとてつも、あの、安定してた、まあ、はい、安定して。途中からもう歩きだったんですよ。あ、ほとんど歩き、はい、そうかそうか、なかなか足が痛かった。そうだよね、まあ、遠出して歩きってたら足痛くなるもんだよ。なんかな、あれだよね、さすがに5キロ歩くと辛いね。あ、ごさま歩いた。多分もうちょい歩いてるぜ、あれは。走ればよかったね。走ったらスタミナが鍛えられる。一応バイトが、一応設定上バイト終わり、バイト帰りだから荷物あるわけ。はい、じゃあ次500行きましょう。あれ自分ですか。はい、ゴールデンウィーク、まあこれからもまだあるけど、うん、一応今までどうやって過ごしてきたか教えてほしいな。土曜日は、うん、釣り行きました。ういおい、なんか釣れた。あ、見栄え、さっきの見栄え釣りました。高級魚、はい、美味しかった。食べてません。あ、そこ食べてないか。うん、他は、うん、お家でゆっくりしてましたね、うん、そうだね、やっぱり、はい、うん、バイトはやってないんだよね。あ、はい、やってません。海か、なかなか充実してるね、やっぱゴールデンウィークに海ってさ、ちょっと理想じゃね。うん、おいだりした。あ、してません。あ、釣りか、釣りオンリーか。ちょっと友達と行ったの。はい、やっぱこういうの理想だよ。や、うん、いや俺釣りちょっとよくわかんないんだよ、やったことないけど、うん、もう単純にあれ泳ぎに行きたい、海だったら。そうだね、海いいよね。うん、はい、じゃあ時間も少なくなってきたし、え、終わりでいいですか。おいこら、とりあえず1分でもいいからやれ。1分。はい、そうですね、今年のゴールデンウィーク、うん、俺はね、バイトしてたね。ずっとね、うん、してた。とりあえず今日何してた。今日はね、あ、ほらさ、カラオケ行ったじゃん。カラオケ行った。それぐらいかな。なかなか、俺もね、遠いとこ行きたいな。あれだな、なかなかあれなゴールデンウィークだよ。辛い。ゴールデンウィークなの休めてない。じゃあ明日どっか行こうぜ。明日か、行けたら行きたいやん。明日思い出作りたい、うん、放送部で カラオケに行きたい。明日か、うん、行ける。行ける。めっちゃ急にだよ。行けたら行くぐらいで行こうね。まあそういう予定も考えていくか、これから。そうだよ、楽しみたい。はい、明日は無理でも金曜日挟んだ土日でせめて遊びたい。はい。いや、なんか俺だけ寂しいやつみたいになっちゃったね。じゃあもうこれからいっぱい思い出作ろう。そうだね、はい、思い出はいっぱい作ろう。去年もさ、こういうゴールデンウィークの話したけどさ、俺だけ楽しんじゃったみたいなやつだから。逆に去年はミスだけか。そうそうそう、この逆ってことだよ。はい、まあじゃあ、はい、まあ、俺去年バーベキューしたんだよ。してた、言ってたね。そう、バーベキューしたんだよ。で、まあ、で、まあ今年は何もしないってことで、はい、まあ時間も来てしまったことです。はい。俺のここで石川高校放送部は終わりにしたいと思います。はい、また来週聞いてください。石川高校放送部でした。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。